はい、じゃあ今日は野口さんにプレゼントがあります。はい、はい、何でしょう。Amazon、 Amazon の箱、箱じゃないけど、箱がプレゼントではなくて、ついたいやろ、たぶんてててててれお三四郎も見ようか、三四郎も見ようか、てってれーん、ワイヤレス GO、 ちょっと見せて見せて、ワイヤレス GO、 ちょっとカメラに向けて、もうちょっと下かなもうちょっとこっちかな、こっちかな、そうそう、そこ真ん中やね、ほう、はい、ワイヤレス GO、 ワイヤレス GO、 ワイヤレスマイク、おお、あ、こんなんなんや、ワイヤレスマイクよっあ、ちょっとね、頑丈にテープがされてますね。かっこいいの間全然ない。すげえ。ちょっとハサミ出すから、ちょっとビリビリやらんといて。え、アメリカ人的開き方ダメですか？ビリビリ。あ、こうや。ちょっとだいぶ抵抗あるから。こうやわ、こうや。それ返品するときどうすんの？なんか真っ黒クロスケみたいなのがついてる。うん。してふわふわと、ふわふわと、これ1000円やろ、これがふわふわ、ふわふわと、これが何やろ、マイクのラインコードかな、ほうと、これもコード、充電器、充電、2つ目、充電2つ目と、袋、多分その中で製品が入ってるんでしょうね。よいしょ、お、入ってる。ロード。ロード。なんか憧れのロードって感じ。ロード。あ、ロード2つ。はい、見えるかな。ロード2つ。これ受信と送信やと思うね。ああ。これ2つとも、マイクっていうわけじゃなく、うん、ちゃうかな。いや、同じか。同じ。なんか若干違うな。やっぱり受信と送信やで。ぽいですね。ついてるものがそうですね、若干違いますね、はい、この穴とか見えへんかな、うん、もうちょっと下の方がいいよ、この辺かな、うん、そうね、はい、頭も若干違う、お尻もちょっと違う、あれやね、ちゃんと商品レビュー YouTuber みたいな顔してね、うん、ちょっと恥ずかしいなこれを、まあ、これを多分つけるんやと思うけど、まあそれはまた後でしょう、いい、これを、まあ、こういうところに差し込んでこう使うんですね、そう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 、うん、挟んで使うんやと思う、うんうん、なるほど、じゃあミホロボットさんにワイヤレス GO を設定してもらおうかな、こい、こいつね、はい、こいつね、こいつね、まずね、うん、このワイヤレス GO は受信機と送信機があるね、はい、どっちかが受信機でどっちかが送信機、そうそうそう、あの音を送信する、なんかマイクになってる方、それがマイクになってる方、あ、これかな、そう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 、ここがマイク、それがマイクになってるから、そいつをまず、そいつね、そいつをまず、まあなんか襟元とかそういうところにつけたりするわけね、あ、まあいいまでもない、ちょっと早まってしまったいいよ全然、でもう一個の方、それが受信機、受信機、それはカメラとか iPhone とか、はいはい、そういうのにつけるわけ、うんうんうん、OK? でその2つがペアリングしてる必要あるやん、うんうんうん、だからワイヤレス GO のマークがあるねんな、はいはい、このそう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 、同じマークがあるやろ、はいはい、ありますね、これを同時に押すねんって、なるほど、同時に長押し、ほうほうほう、せーのポチグッ、お、入った。入った。で、話すと。話す。ほな、もうね、これで。あ、こっちに、ね。ほらほら。あ、ここの音入ってる。緑のは、緑のがビョンビョンしてるのは、そうそうそう、声声そうそう、声声。見えるかな。あ、それね。うん、それね、うん。今、あれ、もしかして、明るくしようと思った、そうそうそう、ここ押したら、パネル操作で明るなるかなって思ってしまった。はい、で、こっちを、そして、そうやな、ここにあるわ、うん、刺して、ごめんごめん、こうか、普通に考えたらそうやな、よ今三四郎がめっちゃしゃっくりしてるけどはい、こうですね、はい、はい、できたね、はい、ちょっと見せて、おお、なんかかっこいい、感じ、かっこいい、かっこいい、これまでも全然取れるけど、
撮るんじゃないからね、あのビデオやからね、うん、ビデオやからね、ビデオやからね、うん、で、うん、このもう片方のマイクを被写体に、うん、例えばホッケーにつけてもらって、うん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 、よいしょ、こんな感じ？そんな感じ？こんな感じ？そんな感じかな？はい、じゃあ、はい、こんな感じになりました。はい、はいはい、はい、こんな感じね。はい、この状態で、うん、あのカメラで、うんうんうん、録画すると、うん、飛んでるわけですよ。もうすでに飛んでるわけです。飛んでは録音されて、はいはいはい、されることになるんですね。はいはいはい、で録音しましょうか。わーわー、はい、わーわー、撮影です。はい。じゃあちょっと離れてみます。離れてます。わわ、あ、聞こえるかい、もしもし、こっちの部屋に移動します。和室へ移動。はい、普段前田さんが寝てる部屋に巨大ミッフィーちゃんがありますね。よいしょ、こんな感じかな。三四郎は置いてきた。さ、聞こえるかな。戻っていい。よいしょ。さてどんなもんでしょう。あの何もこっちまで声は聞こえてこなかったんで、多分ここに何喋ってたかは入ってるかなと思います。もうちょいあれやな、もうちょい悪口言っとやらよかったな。あ、聞こえるかい。めっちゃ聞こえてるな。もしもし、こっちの部屋に移動します。和室へ移動。はい、普段前田さんが寝てる部屋に巨大ミッフィーちゃんがありますね。おすごいすごい。こんな感じ。全然聞こえてなかった。おすごい、これすごいな、全然聞こえてなかった。聞こえるかな。へえ。戻っていい。いい。さてどんなもんでしょう。あの何もこっちまで声は聞こえてこなかったんで、ここに何喋ってたかは入ってるかな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあ使えるよね。使えますね。いいですね。あと自分の声がこんなに響くとちょっと恥ずかしいですよね。なんかこんな声してたんや、もっと明るい声出そうって思いましたね。今あるよね、多分僕の声はちっちゃく入ってるはず、うんうん、いいよねこれ。インタビュー、ね、あのこれ2つで、ね、うん、2チャンネル持てたら一番いいねんけど、まあ、これでそうじゃなくても、うんうん、あれよね、うん、インタビュー対談してる2人の真ん中にそれを置いとくっていうのでもいいかもしれない、ね、うん、そうですね。これ2チャンネルと2チャンネル作ることもできるんですかね。どうなんやろう ね。もしね、あの2人につけてもらって、うん、それを一つにまとめてできたら最高ですね。最高やね、はい、じゃあこれ使っていきましょう。はい、はい、三四郎さんもお疲れ。イエーイ。はい、OK。